ちょっと無理。今回は三国志十四パワーアップキット実況していきますぞ。前回は巨匠防衛戦を頑張ったところまで。かなり見どころがあれでしたが、状況はかなり改善されましたぞ。巨匠は安定したからあとはどこを攻めるかって話だな。それ以上に問題なのは武将が増えないことですぞ。全然ちょとつもちもいないし、一騎打ち特性ある武将もいないし。いるにはいますが曹操軍だと登用がかなり難しいですぞ。とはいえ、今曹操軍を叩かないとこの後がヤバくなりそうだし。となれば、すべての戦力を曹操軍に向けられるよう努力せねばなりませんな。わかってはいるけど、なんか優美に言われると腹立つな。わし自身も今の状況は憂いていますぞ。で、今日も京都手土剣や馬長組はお仕事たくさん。弓やぐら建設に勤しまねばですな。また巨々か。大将武将なだけに腹が立ちますな。登用できないから余計にな。で、変なところから歩を取りに来てるし。地味に狙いに来るので引いたら取り返しですな。金龍方面の壊された分も再度建設。曹操軍が壊してくれるので仕事には困っていませんぞ。嫌な困らなさだけどな。才の瓦状態と兵の間では有名ですぞ。なんだかんだで壊されて再建の繰り返しだからな。クエッパブレがないのはありがたいことですが。で、現在の主力が馬隊組だけなので、新しい義兄弟組を作ることに。やるとすれば、縁にいる巨徳三人組ですな。この三人な。これで能力強化で多少は戦えるようになるかと。奉仕で戦うのが厳しいけど防衛ならなんとかなるはず。馬将馬に用に働け。聞いたか。壊しに来たかと思いましたぞ。じょなんと受信の連絡線を切りたいな。縁の南では攻めてきたと思われる序章迎撃中。後ろに廃深夜を攻撃しようとしてる優勝軍の姿が見えますぞ。優勝軍が深夜を確保すれば縁の守りが不要になりますな。前回アシストしようとして失敗したんだよな。今回はもう少し真面目にアシストすればあるかもですぞ。捕まえた。優勝軍は皆初段でしたな。捕まえたシーツは次初段ですぞ。少しは誘引が下がる。嫌がらせが効いたのか最近静かですな。計略仕掛けまくられた恨みはまだまだ消えない。馬長組の努力と汗の結晶を壊す曹操軍を許すな。損害度外視で攻撃しますぞ。総司さえ撃破すればあとは簡単なはずだから。ここで馬岩が仕掛けていく。毎回一騎打ちがないと閉まりませんからな。ノルマみたいなもんだな。かかってきやがれ。格の違いを教えてやろう。これわかったかな。微妙でしたが、勝ちは勝ちですな。このまま撃破して工場兵器も叩き壊しますぞ。炎鉱が燃やしていく。火をつける側に回ると危険なのがわかりますな。しつけには十分注意せねば。これで残るはセイランだけ。逃がすなよ。地味に先方セイランは痛いんだよな。また馬鹿いが仕掛けましたぞ。今回は張り切ってるな。いい度胸だ。正々堂々参ります。撃ち合うか。なんだこれ。ひどい一騎打ちでしたぞ。あの程度一撃で倒せよな。今度は炎鉱が仕掛けましたぞ。義理の弟の不甲斐なさを見て怒ってるのかもな。怪我してるし。高藤隆にとっては災難ですな。力の差を見せてやる。いざ尋常に勝負だ。一騎打ちバカどもに絡まれたらみんなそう思うわな。付き合うのかよ。体力がなく一撃で終わりましたか。じゃあ最初の一撃で倒してやれと。打ち取ったか。高藤隆さんの災難はこれで終わりですな。打ち死にしたら災難を受けることはないからな。また装備が出てきた。受信から兵も輸送されましたぞ。弓矢倉さんが仕事してる。2400減らしましたぞ。
って、正義が序所に仕掛けた。劉将軍支援の不占領部隊なのですが。討ち取りは厳しいかな。もしくは捕らえるかですな。そうじゃないと壊滅する未来しかないからな。大将同士で勝負だ。負ける以外もあるかもですね。それは考えてなかった。なんとかなるか。不要でしたがなんとかしましたぞ。問題はこの後。ダメでしたな。仕方ない。気づいたら露光が起きそう。我が軍の活動が効いているとしたら嬉しいですぞ。これで受信も前線になったので兵の輸送は難しくなるはずですぞ。多少巨匠への攻撃が緩くなるかな。曹操様一人で攻めてきた。後ろから加工等が追いかけてきていますな。弓矢倉で曹操様は撃破できないかな。火罠と落とし穴を設置して。弓矢倉が破壊されましたぞ。また建設すればいい。加工等は変なところから入ってきたな。歩を取り返すのが面倒ですぞ。完全に嫌がらせだよな。火罠にかかりましたな。総陣に総攻、満潮が来ましたぞ。登用可能な武将に来てほしいんだけどな。総一族で攻められると厄介ですな。建設班の過酷な作業が続く。敵手は破壊され、使用されてまた建設ですからな。巨匠周辺は落とし穴とか焼け跡とかで大変なことになってそう。片付け班も大忙しですぞ。落とし穴の埋め直しとかもあるかもな。てかさ、補給線切りってすごく楽なんだな。普通に知っていることで驚きですぞ。普通なそうなんだけどな。早いところ禁止にしていきたいけど。病みつきになる前にはですな。そういうこと。武将がもう少し増えたらなんとかなると思いたいところだけどな。加工トン撃破。南方面では弓矢倉が破壊されてましたぞ。南北の二正面で攻めてくるとはやるな。きっちり補給線を切り。死者が面会を望んでいます。曹操様を撃破し、満潮は規律持ちか。清涼で期待しく見せてくれ。面倒なのは戦争で処理。建設作業は続くよ。どこまでも受信と受難の間は弓矢倉で遮断したので。あ、官邸が討ち死にした。大将武将じゃないとは思うけど、何があって討ち死にしたのやら。全然見てなくて気づかなかったんだけど。孫権軍が大将を奪還しましたな。師匠様が滅んで呪縛から解放されたのかな。ほんとそう思いたくなるほどですな。ここで深夜から紅葉救援のために援軍が出陣。徴兵が7000程度になりましたな。劉将軍が動くかわからないけど、攻略しない程度には攻めますぞ。期待通り劉将軍も出陣した。手薄になった巨匠に向けて曹操軍も出撃しましたぞ。弓矢倉で多少時間は稼げるから。障害物扱いですな。勝者将よりが心配だけど。迎撃してきた。まさかの馬強狙いですか。あっさりやらるから安心しろ。怪我しないでほしいですな。それだけが心配。馬隊組は布陣しましたな。あとは助手たちがどう動くか。これはこちらに来そうな気配ですぞ。まさかの馬隊組を迎撃か。助手の方もかなり盛り上がってる。三方向から攻めてきていますな。一つ一つは小さいからなんとかならんでもない。任せて。北洋方面は多いな。円丹軍との最前線からあれだけ出すとは驚きだけど、攻められたら引き上げるから厄介ではある。馬隊組の仕事はこのまま序章撃破して深夜攻略のアシストだな。引き上げることはないと思われるので、あとは優勝軍が頑張ればですな。セイラン馬中が到着すれば全て終わると思うけど。てか、早く落とせや。炎鋼が仕掛けましたぞ。炎鋼と馬岩の兵が半分やられてる。これで一気に勝負を決めたいところですな。そうしないと消耗が激しすぎる。度胸だけは褒めてやろう。
対象同士で勝負だ。一撃。この時点で戦術が本当わかりませんな。こうどういうのかな。金馬町の一撃合わせると思うな。こっちもこっちで大暴れ中。除去撃破。超より撃破。捕まえたけどいらん。巨匠が少しヤバいかな。死者が到着しました。兵が足りない問題はありそうですな。馬体組引き上げるかな。優勝軍命。やるなら優勝軍にやれと言いたいですな。人の弓破らおう。深夜では微妙に迎撃されてるし、応援で時間稼ぎとはやりますな。引き上げた上にセイラン馬中が取り付いたから。死者が面会を望んでいます。起きた。今回は維持できるといいですな。1万近く兵がいるから問題ないでしょう。今度は巨匠防衛ですな。こうなると車台が作りたくなるな。曹操軍に攻められてるけど深夜攻略をアシストしたから今回はここまで。次も見てほしいですぞ。